次に16ページをご覧ください。駅周辺のまちづくりです。新宿駅周辺のまちづくりです。予算額は3392万1000円です。で、新宿駅周辺では町の回遊性を高め、歩きたくなる町新宿を実現するため、平成24年9月の新宿駅東西自由通路の着工を起爆剤として新宿駅周辺のまちづくりに取り組んできたところです。で、この東西自由通路は平成32年に供用開始となる予定ですが、時期を同じくして、東京オリンピック・パラリンピックが区内に立地する国立競技場をメイン会場として開催されます。で、世界中の人たちが気持ちよく、また楽しく新宿の街を訪れ過ごしていただくために、快適な都市空間の創出と21世紀の日本を代表する顔として新宿駅周辺の街づくりを推進してまいります。で、新宿駅周辺各地区における街づくりの取り組みとして、東口地区と西口地区をつなぐ新宿駅直近地区では、東西自由通路の供用開始を見据えた街づくりに取り組んでいきます。東西駅前広場や周辺道路など都市基盤の再整備についても、街づくりの動向を踏まえて検討を進めていきます。で、本年度は街の将来像とその実現方策を示す街づくり方針案及び街を支える都市基盤の在り方を示す再整備方針案の作成に取り組んでまいります。新宿駅東口地区では新宿イースト推進協議会を中心に、更新時期を迎えた建物の建て替え促進とさらなるにぎわいの創出に向けた、街づくりを進めていきます。新宿駅西口地区では地区特性を踏まえて、新宿駅西口駅前地区と西新宿一丁目商店街地区、西新宿超高層ビル地区の3地区で地元と共同のまちづくりを進めてまいります。こうした新宿駅周辺各地区におけるまちづくりを一体的に進めることにより、快適な都市空間を創出して歩きたくなるまち新宿を実現し、日本を代表する顔づくりを推進してまいります。次に17ページをご覧ください。歌舞伎町セントラルロード等の整備です。予算額は1億6970万8000円です。本事業では平成27年4月に予定をされている新宿東宝ビルのオープンに合わせてセントラルロード等の工事に着手します。またセントラルロードの商店街等の整備に対しても本工事に合わせて別途助成を行います。シネティ広場については平成26年度に詳細設計を行い、平成27年度に整備工事を行います。歌舞伎町を安全かつ快適に歩きながら楽しむことができる歩行環境を整備し、街の多様な魅力の発信と新たなにぎわいの創出を図ります。次に、18ページをご覧ください。屋外広告物の景観誘導推進です。予算額は391万3000円です。本事業では新宿区にふさわしい景観形成を進めるため、都市景観の重要な構成要素である屋外広告物について、都内のさまざまな地域特性に応じた屋外広告物のあり方を検討して、屋外広告物に関する区全域のガイドラインと地域別のガイドライン、地域別ルールを策定します。で、平成26年度は歌舞伎町地区のにぎわいの創出や外堀周辺地区の水や緑等が豊かな景観との調和を図るため、2つの地区で新たに地域別ルールを策定いたします。次に19ページをご覧ください。新宿中央公園のフットサルコート整備です。予算額は7996万円です。新宿中央公園は、昨年の4月から、指定管理者制度を導入して、春と秋のピクニックランチ、真夏のイブニングバー、クリスマスのキャンドルナイトなど公園の魅力向上やにぎわいの創出に取り組んでおります。平成26年度はさらなるにぎわいの創出に向けて
公園内の多目的運動広場にフットサルコートを整備します。ピッチは人工芝で夜間照明を設置しますので仕事帰りの利用もできます。多くの人にご利用いただいてスポーツを楽しみながら交流できる場として活用していただけることを期待をしているものです。次に20ページをご覧ください。中井駅周辺の整備推進駅前広場の整備です。予算額は2,296,000円です。で、本事業では山手通りの拡幅により創出された中井富士見橋高架下の空間を有効に活用するため別途事業中の南北自由通路の整備と合わせて北側南側駅前広場と駐輪場や防災コミュニティ施設等の整備を進めてまいります。で、平成29年度の整備完了に向けて本年7月には南側広場に駐輪場を開設いたします。次に21ページをご覧ください。乙女山公園の全面開園です。予算額は1,953,800円です。で、区民ふれあいの森を目指して整備を進めてきました乙女山公園の拡張につきましては子どもから高齢者まで誰もが自由に活動できる自由原っぱや谷戸地形と豊かな樹林の再生地域の防災拠点として整備がいよいよ完了いたしまして本年11月に全面開園いたします。で、工事完了後は全面開園を記念した開園イベントを実施いたします。詳細につきましては改めてお知らせをいたします。次に22ページをご覧ください。仮称漱石参謀記念館の整備についてです。これは別に資料を配ったのかな。すいません、新しい資料を配っておりますのでそちらで差し替えでご覧いただけたらと思います。予算額は6,920,600円です。で、本事業では国民的文豪夏目漱石が晩年を過ごした漱石参謀の復元に向けて漱石生誕150周年にあたる平成29年2月に開館予定の仮称漱石参謀記念館の設計に取り組んでいくほか幅広い世代に漱石や漱石の文学に親しんでもらうための読書感想文絵画コンクールの開催などさまざまなイベントを通して情報を発信してまいります。で、記念館の整備にあたっては区民のみならず全国からこの事業に参画をしていただく仕組みの一つとして昨年7月から夏目漱石記念施設整備基金を設置して漱石愛好家をはじめとする多くの方々にご支援ご協力を呼びかけております。そして資料を変えたのはこれを本日現在にしたところですが2月17日本日現在の寄付の状況が669件3,533万円と多くの皆様からご寄付が寄せられています。で、今後とも引き続き全国の皆様にご支援ご協力を呼びかけてまいりますので報道機関の皆様にもぜひとも PR にご協力をいただければと思います。それでは最後のページになりますが23ページをご覧ください。一般社団法人新宿観光振興協会の設立についてです。予算額は3,682,600円です。新宿の観光を担う新たな組織として本年6月に一般社団法人新宿観光振興協会をスタートします。で、新宿の魅力満載の情報誌の発行やホームページによる観光情報の発信各地域のイベントと連携した観光案内などを実施して地域や企業の枠組みを超えて官民が一体となったオール新宿の取り組みで新宿の魅力を総合的戦略的に発信をしてまいります。以上23の新宿区一押しプロジェクトこれを紹介してまいりましたが取材先もそれぞれ知らしてございますのでぜひ直接取材をいただき新宿区の取り組みについてですね
情報を発信していただければ、幸いでございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。なお、平成26年度予算案の概要には、この冊子ですね、予算編成の考え方や基本構想の達成に向けた主な取り組みなど平成26年度予算案を、詳しくまとめてございます。また26年度27年度の計画を見直した、第二次、実行計画ローリングについても後ほどご覧をいただければと思います。私からは以上です。記者の皆様にはぜひ、今後とも区政にご理解ご支援をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。